はい、始まりました。ナンバーワンホストの道ということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。まず自己紹介よろしいでしょうか。はい、クラブトランパー、コウキです。よろしくお願いします。コウキさん、よろしくお願いします。お願いします。まあ、今日はまだちょっと売れてない、はい、ホストさんたちのために、ナンバーワンになるためのコツをいろいろと伝授していただきたいんですけど、はい、まあ、いろいろとポイントがあると思うんで、いろいろご説明していただけたらなと思います。わかりました。はい。そうですね。まず僕の歌舞伎町に来たきっかけっていうのが、僕地元が茨城でまあホストが本当にテレビで取り上げられて、関西 VS 関東みたいなホストがやっていて、それを見た時に、あ、すごいかっこいいなって素直に思った部分があって、そこから一気に、もうまだ高校生だったんですけど、大学に進学した時にもう絶対ホストやってやるって決めていて、で大学に入ってすぐ大学の先輩にお店を紹介してもらって、もうみんなから結構止められたんですよ。ホストなんて難しいからとか、水商売難しいよって。でもちょっとやっぱり男なら一花咲かせたいなという気持ちがあって、そこはすぐ始めましたね。なるほど。はい。でも最初から強い意識を持ってたんですね。そうですね、憧れがやっぱりあったんで。あ、そっからあれですか、すぐにこうナンバーワンになれた感じですか。いや、もう最初は本当に自分がそのテレビで見てかっこいいなって描いていた世界とギャップがありすぎて、もう本当に掃除とかも考えてなかったし、まあ、女の子にいっぱいいて、両手に女の子抱えて、いや楽しいわってお酒飲んでお金もらえてっていうのを想像してたんですけど、はい、まあギャップはやっぱありましたね。なるほど。なかなか下積み時代とかあるんですね。はい、ありましたね。なんでこんなことやってんだろうって正直思って、ちょっとやめたいなって思うこともあったし、はい、でもやっぱり自分で決めて、俺はこんなもんじゃないって自分で思っていたんで、自分の夢じゃないですけど掴みたくて、僕はやめずにやっていくと、やっぱりやった分だけ、はい、本当にそれが結果になるというか、やった分だけやっぱ続けたもん勝ちかなっていうのはありますね。あ、はい。ちなみにナンバーワンになるのにってどれぐらいかかったんですか。はい、僕は8ヶ月ぐらいですかね。おお。でも最初の本当に3ヶ月ぐらい売り上げがゼロで、おお。もう周りに一緒に入ったメンバーが、はい、みんなどんどん上に上がって、はい、お客様呼んで、はい、女の子と喋って売り上げ上がってお給料増えてってあったんですけど、はい、僕全然出なくて、おお。その時にたまたま同期だったメンバーが、はい、お客様呼んだ時に僕の方を見てチラッと笑った気がして、それがすごい悔しくて、あ、そうですね、そっから一気になんだこの野郎と思って、あ、俺お前なんかに負けねえしっていう気持ちが強くなったら、そうですね、変わりましたね、やっぱり。なるほど。あ、それがきっかけになってこう、はい、いろんな努力を。そうですね、最初本当に初回の子についてもやっぱり先輩とかってすごい喋りが上手いし、あ、全然もうね、新昨日お客様を掴むことはできなかったんですけど、その分僕は自分ができることを本当に知り合いの女の子にやっぱり連絡してみたり、はい、どんなこと言ったら嬉しいとか、女の子の気持ちどうなのっていうのを聞いて、 お店以外の部分の努力っていうのがやっぱりありましたね。ああ、なるほど。そこは大事かなと思います。なるほどですね。ちなみにこう今伝授していただきたいもの、はい、方々ってまだやっぱり売れてなくてくすぶっちゃってるわけじゃないですか。はい、コウキさんがこう経験してきた、はい、いろんな売れるためのあれこれを教えてほしいんですけど。そうですね、僕は本当に大事だなって思うのが、僕ホストを始めてすごい一個だけ思うのが、はい、人から見える自分って違うんだなっていうのがすごいあって、お、例えば僕なんですけど、僕入って本当に3ヶ月ぐらいの時に先輩に、お前笑ってる顔がすごいいいよねって、笑顔がすごいいいよねって言われて、自分ではそんな思ったことなかったんで、はい、でもやっぱり人からこうやって見て、あ、自分ってそういう風に見られてるんだって思ったら、はい、多分ダメな部分っていっぱいあったんですけど、はい、いい部分を伸ばしてみようと思って。あ、多分誰しも長所と短所があると思うんですけど、短所は仕方ないんで、はい、逆に長所を伸ばしてみたらどうかなと思って、なるべく笑顔で、このスマイルでもうね、なるべく笑顔でやってみたら、やっぱり女の子からも
言っていただいて、あいいねっていうことをもらった顔を見てるとなんか楽しいよって、やっぱそれが嬉しくて、あだんだん素直にやっぱ笑顔になっていくようになったんで、それがやっぱり強みかなっていうのがあって、その人から見たら自分がいいところってなんだろうっていうのを周りの人に聞いてみるっていうのは僕はすごい大事かなと思います。なるほどですね、はい、その他ってまだいろいろありますか？そうですね、まあ、いろいろあるとは思うんですけど、何を伝えればいいかってちょっと難しいんですけど、はい、僕は入った時夢なんかなくて本当にホストがやりたくて、あホストはかっこいいっていう気持ちしかなくて憧れで入ったんで、はい、将来どうなりたいとかいうのは全くなくて、経営者になりたいとかいう気持ちもなくて、とりあえずかっこいい男になりたいっていう気持ちだけがあって、はい、僕の中で夢はなくていいと思うんですよっていうのは夢がない方が逆に夢を何にでもできるから、これから先何でもできるっていう意味では夢がない方がある意味強い部分ではあるのかなっていうのは僕は思いますね。本当気持ちだけで一歩踏み出す勇気ってすごいなかなかこうためない部分であったんですけど、はい、僕も歌舞伎町に行くって決めた時にやっぱりどこかためらって、いやどんな街なんだろうな、ホストできんのかなとか怖いなって思ってたんですけど、そこをちょっとよし行ってみようと思って行ったら、うん、意外となんかそんなに自分が考えてるほど大きな壁はなくて、あなんかこんなにためらう必要ないんだなっていう、なるほどなるほど、気持ちがあって、本当にその気持ちだけですかね、やってやるっていう気持ちとそこを行動に移せるかっていう部分がすごい大事かなと思います僕は。なるほど、はい、まあ、もうこれからホストやろうとするにしても、はい、これから頑張ってナンバーワンになろうとするにしても、うん、やっぱり一歩踏み出すっていうのが、そうですね、なるほど、なかなか行動に移せない部分ってあると思うんですけどね、うんうん、なんかこんな自分でいいのかなってやっぱ自信がないのは当たり前だし、うんうんうん、でも僕も自信なんかなかったんで、とりあえずやってみないとわからないと思って、やって失敗したら失敗で僕はいいやと思ったんで、あはい、なんでたくさん失敗もしましたねはい、しょっちゅうお客様に怒られて、あナイキンさんにも怒られて、もうやる気あんのかよって、もすぐ泣いたんで僕は本当にその笑顔から想像できない、ね、本当にもう結構苦い思いしましたよ。なるほど、はい、結構いろんな、まあ、例えば自分の長所を見つけるだとか、はい、一歩踏み出すっていうのがやっぱりナンバーワンにつながってくる、はい、そうですね、本当に行動に移すことと自分の長所を伸ばすっていうことで、うんうん、だけですごい大きいと思うし、細かい部分で言えば見えない努力っていうのは絶対に必要だと思うんで、うんうんうん、例えば女の子と何を喋っていいか分かんないっていうのは僕もずっとあって、うんうん、テーブルに座らせてもらっても無言になってもずっとこうってなっちゃってました最初は。でもそこでじゃあ何喋ろうっていう出勤前とかに、はい、じゃあ今日これ喋ってみようかなっていうのを考えてその日に喋ってみて、で滑ったりもしました、正直あ全然ウケねえ、これどうしようと思って、もう冷や汗半端ないみたいになったんですけどまあそれはそれでじゃあもうダメだったんだと思って、また違う話を考えてやっていくうちに、あこの話なら女の子が笑ってくれるんだって分かっていって、うん、その冷やしを増やすっていうのはありましたね。なるほどですね、ちょっと残念ではあるんですが、はい、時間が迫ってます。わーもっと喋りたいですねあと小一時間はいけますね、僕もっと聞きたいんですけどね、ちょっとお時間の方が、はい、で最後にまだちょっとくすぶっちゃってるホストの方に向けて一言、わかりました、お願いします。はい、じゃあ一言を僕から言えることを、まあ、お店を選ぶのも大変だと思うし、そのお店に馴染むのも大変だと思うんですけど、周りのせいにするのは簡単です。僕も正直に逃げようと思いました。でもダメな時に環境のせいにせずに自分ならできると自分を信じてやり続けたら絶対に成果が出ます。なんで心が折れそうになってもその場所から逃げずに一生懸命やってみてください。結果は絶対出ると思います。僕が保証します。わかりました、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。